今度はあの MI6 がありますね。 MI6 あれ5、ごめんなさい、 MI5 ですね。 MI5 MI6 というのは対外情報機関ですね。国内はやらないです、はい、国外に出て行ってスパイたちが暗躍して国に何か危険がないかって調べる人です、はい、MI5 っていうのは国内で、はい、国内に入ってくるスパイを調べたり、あと国内に何か危機がないかっていう情報、うん、ただ MI5 は捜査権、逮捕権持ってないです、うん、それはあのロンドン警視庁とか警察が持ってるわけですね。なので情報活動すると、はい、だから警察ができないような情報活動までできてしまうっていうのが MI5、MI6 の、まあ能力というところですね。これはまあ MI5 の試験ですね、はい、どんなことが起きてたのかを記憶してもらいますよ、はい、ということですね、はいはい、ビデオ流れます。はい、終了しました。2番目に走ってきたバイクの色何でしたか。わかりました。わかんないですね。多分これじゃないですか。わかんないですか。あ、そうですか。ネオンサインは何て書いてましたか。全然わかんないです。全然わかんないですよね。ディスコ、時代的にディスコじゃないですよね。わかんないです。そういうこと、そういうことじゃないですかね。自転車乗ってた人何いましたか。全くわかんないですね。いやー、ワン、今の1個終了したんですね、テストが、はい、今度は、あんたの友達が、はい、あんたの写真をこう見せましたと。どれだけ記憶できますかってことですよね、おそらく。はい、犬と一緒にいた女性の髪の色は何色でしたか。どの花でしたか。あ、これ一番左ですね。プレートの上に置かれてたのは何の野菜でしょうか。これじゃない、これでもない、これでもない、あれ3つか、あれポテト買ったの緑じゃないですか。じゃあ豆、まあ、こう監視担当なわけですよね、はい、の試験をやるということなんですけど、はい、監視担当の人っていうのは一度にいろんなものを気づいてなきゃいけない、うん、いろんなものに、注意を払ってなきゃいけませんよと、はい、友達がわーっと喋ってる中でその注意を散漫にならずに、うん、はい、周りで起きてることを目でちゃんと認識できてますかという試験ですね、はいはい、友達がいろいろ話しかけてくると、それが字で現れてくるので、それを目に入れて理解しながらその背景で起きていることも同時に情報として自分の頭の中に入れてなきゃいけませんよと。でこれまず1個目の質問ですよね、はい、パブ、お店の名前の最初の覚えてます。全く覚えてないです。僕どういう試験だったとか最初に理解するの時間かかっちゃって何じゃこれという感じでしたけど、分かんないですね。ぽい感じで標識があったんですけど、なんで書かれてましたか。いや見てなかったかな、全くですね。でこれはまあ会話の中の話だと思いますね。ポールはどこに住んでますか。読んでなかったですね。読んでなかったですね。0点ですね。これ完全0点ですね。パディントンというとこからの電車は何時ですかと。すいません、はい、ひどいありさまです。ひどいですね。ポールの身長は。でも11問中8問当たってます。これは全体全体でってことです。あ、でもどれが当たってるかは分かんないです。分かんないですね。ということで、こういうのをまあ何度かプレイできるということなんで、これが楽しそうです、ね、そうですね、まあ、自分でちょっとアクセスしてもらって、うん、MI5 で働くっていうところからクイズっていうところに行けば、うん、いろんなことを試せるということです。これは MI5 なんで本当にスパイをキャッチしなきゃいけない人たちですよね、はい、だから結構、まあ、情報収集とはまた別の、力が試されるっていうところですね。ぜひぜひやってみたらどうでしょうか。